ヘンリー・アルバート・ロドリゲスは、ベネズエラのスリア州出身のプロ野球選手。宇ト右打ち。現在は、フリーエージェント。2006年に、参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスでキャリアを、スタートさせる。2007年は、A 級、ケーンカウンティ・クーガーズでプレーし、20試合に登板しし、防御率3.07だった。2008年は、A 級ストックトンポーツと AA 級。 ミッドランドロックハウンズでプレーし、34試合に登板し、防御率5.20だった。2009年9月21日のテキサスレンジャーズ戦の8回に登板し、メジャーデビューを果たした。2010年12月16日、コーリー・ブラウンと共に、女子ウィリンガムとのトレードでワシントン・ナショナルズへ移籍した。二千十一年は十九試合に登板し、 防御率3.56、70脱三振など、キャリアで一番の成績を残した。2012年は、開幕前に、ドリュース・トーレンが、故障者リストに登録されたため、クローザーとなった。4月28日から5月13日にかけて、6回のセーブ機会のうち3回に失敗してしまい、その翌日から、クローザーの役割を、セットアッパーのタイラー・クリッパードに譲り、 本来のリリーフに戻った。最終的にこの年は35試合に登板した。2013年は17試合に登板したが不審のため6月4日にディーフとなった。2013年6月11日にイアン・ディクソンとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍した。7月14日にコール・ギレスピーを昇格させるためディーフとなった。 2014年1月16日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ5月14日にリーフとなり6月12日に解雇された6月13日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ参加のトリプル A 級シャーロットナイツでプレイしていた7月に解雇された2015年1月22日に アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶが3月30日に解雇となる。オフにベネズエラのウィンターリーグでプレー。その後所属球団なかったが2018年オフのベネズエラウィンターリーグに参加。最速103.2マイルパーアワーの速球を誇る。ありがとうございます。